歴代純マリオ実況、スーパーマリオ USA 実況プレイ、実況者は DAL デダルと申します。初見さんもいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。1992年9月の14日、スーファミじゃなくてですね、ファミリーコンピューターで発売された70万本。国内70万、多分世界で746万本、売られた、購買された作品でございます。1988とも書いてあるね。あ、リメイクが1992かもしれないね。わかんない、ごめん。1992ってウィキには書いてありましたね。ではね、8作品目ですが、皆さんどうぞよろしくお願いします。スーパーマリオ USA、 やったことはあるよ。あのね、あれはなんだ、キャサリンだ。キャサリンを倒していくんだっていうのは知ってる。どれかが強いんだよね。鬼強い。確かピーチがね、無双できるんじゃなかったかな。まあ、ほぼ初見なんで、強いと言われてるピーチを使っていきましょうか。なんか受けるんだよね、このお姫様ね。ほら。謎の武空術使用者だからね、こいつね。この桃姫さん。あ、なんだっけこれ。あ、大ジャンプか。そっかそっか、そんなのもあったね。あ、そういう系なのこれ。左右くっついてる系なのね。了解了解。 BGM 警戒すぎるだろ。おおおお、投げれるのか。これ倒せんのかな。あ、了解。株あ、敵も持てちゃうのね。はい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 。オッケーオッケー。角度は分かった。うわ、危ねえ。こいつ名前なんつんだったっけな。なんつんだったっけな。なんかあるんだよね。あ、ほらほら、あったあった。なんかね、出てくんだよ、これ割ると。あ。ツタのせいで入れねえじゃねえか。ピンポイントでミスったな。あ、ちっちゃくなった。ちっちゃくなるとどうなんだっけ。おお、倒した。大きくもなれるってことだよね。ちっちゃくなれるってことは。うわぁ、乗れた。うわぁ、やられた。操作にまずは慣れないとな。ライフが4つしかないのね。了解よ。あぶねえ。ああ。お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 。なんかあるんだよね。あ、でっかくなれるキノコがあるんだ。そうだそうだ。ほらね。で、コインが取れて、ライフが1個増えた。今、神プレイだろ。タッサンみたいなプレイ出たぞ、今。すげえな。よいしょ。これで確実に当てる。うん。ボタン押しとるかな、マジでもう。押しとるで。あ、なるほどね。そういうことか。ちゃんと押せってこと？ちゃんと押してるけどね。死にすぎ、あなた。ちょっと待ってね。コントローラー頼むぜ。お仕事ちゃんとやって。あ、なるほどね。一回の B で OK だ。まだ操作になれないな。よっ。わかったわかった。でも、こうだ。オッケーオッケーオッケー。一機フラグ？あ、二機やるか。すげえ、なんか可愛いな、このウィンドウ。やる必要もないんだろうけど。おお、そういうのもあるのね。無駄に倒していこう。爆弾出てきた。多分爆発すんじゃね？カメの甲羅も出てきたぞ。ボーン。あー、なるほどね。素晴らしい。しかもなんか倒すぞ。面白いね。おお、なんか。なんか出てきた。これは入っていいんだね。了解。おお、なんか毛虫いるぞ。テントウムシと毛虫の。キミラハントみたいなやつがいた。おお、こいつは、マリオワールドでも出てきたあいつですね。某有名実況者さんの、ツイッターのアイコンにもなってます。ピンク色だけど。
っちはなんだ。これは落ちてこない。お、なんかあるぞ。あ、こうか。爆弾？あー、ピンポイントで落とせってことこれ。むず。うわー、ちょっと早かったか。むずいな、これ。まあいいでしょう。この BGM 好きなんだけど。これか。怖っ。まだ敵倒すな、怖いな。おお、これはなんか持ってくんだったかな。記憶違いか。その入った範囲でしか入れないんだよね、これね。大丈夫。ダッシュジャンプじゃなくていけるんだ。確かここだったと思うんだけどな。どうかな。はい、気をつく違いでしたー。でも、これ掘れるな。掘れねえ。あ、掘れた。はい、お疲れしたー。はい、お疲れしたー。こいつを倒してあげなきゃいけないんだよね。オッケー。いいね、操作慣れてきたね。ポン。こいつも投げれんだ。面白いな。こうだな。こうだな。こいつめんどくさいね。これ倒そう。OK。で、下登って、こう行って、こう行って、いやーい、ギリギリ回避。あー、これめんどくさいな。こうだな。こうだな。OK。よいしょ。よーし、ついたんじゃね？おー、ボス戦だ。まあ、中ボス戦って言えばいいのかな。キャサリンが敵なんだよな。おー、キャサリンだ。ちょっと細いな、このキャサリンは。この卵乗って、卵なのかこれは。これをキャサリンに当てるんだよね。よし。結構卵が早いからな、気をつけないと。お、卵持ち上げるときのピーチが結構重そうで可愛いね。この顔。5キロの米を持ってるみたいな。5キロの米を持つ主婦みたいな顔になってる。よいしょ。3回でいいんだ。お。お。そんな。ファルコンの口の中に入って、あ、道中で取った、あー、なるほどね。チェリーだから1アップなのね。道中で取ったコインの枚数だけきっと、こうやってできる。気がアップできるっていう仕様なんでしょうね、きっとね。ヘイホーだ、そうだ、思い出した。ヘイホーだ。さあ、じゃあ1の2いきます。出落ち落ちだろ、ほんと。勘弁してくれよ。こいつ倒せるんだろうな。ここだ。オッケー。乗れた。強っ。お前ら、お前ら。お、神プレイ出た。あ、でもこれ乗ってかなきゃいけないってことなんじゃね。結局こうで正解だったんだ。おお。どうすかね。じゃあここで入るか。まあコインは確実にゲット。よし。こっちが優先だな。ライフが1個増えるから。オッケー。2つゲット。2コインゲットできましたね。どういうこと？あ、入れるの？あ、入れた！あー、なるほど。こいつがね、そうだそうだ、追っかけてくるんだよ、この仮面が。これがなかなかエグいんだよな。まあ、こんな感じでね。結構エグいことしてくるんで。お、お。サクランボを取ると、下からスターが出てくるのか。で、スターが出てくると、でって言うだろ。あ、死ぬ。おぶね。あー自爆したボマーピーチ。爆弾魔ピーチ。爆弾魔も重いね。いきなりテロリストになったな、こいつ。と、あ、そっか。のー。オッケー、完璧。あんた、あんさん。
階段登るのめっちゃむずい。マイクラか、これ。こうか。あ、ちっこいからいいんじゃねえ、もう。死にそうだな。はい。こうか。ちっこいピーチかわいいな、なんか。なんかありそう。なんもなかった。この最後が薬瓶だったら大爆笑だけどね。引っこ抜いちゃったから。うわー、無駄なことしなければ。あと2機か。操作むずい、操作。と。オッケー。うわー思った通りだわ。この、これでコインを荒稼ぎしろってことですよね。そういうことなんですね。OK。これで6回ぐらい回せんのかな。おー、到着。また、キャスリンか。パオ。自分の吐き出したこの謎の卵みたいなやつで。なぜあんたそんなに食らってるんだ。ほい。はい、お疲れ。意外と可愛い、可愛らしいもの出すよね、口からね。水晶ね。喉どうやって取ってんのかは突っ込まないであげてください。まあ、7回も回せるんだったら、1回くらいはチェリー当たるだろう。先頭にチェリーが来れば1アップなんだろうから。当たんねえな。これ目押しできるかね。スター。タン、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 タン。全然もうダメだわ。止まるタイミングがわからん。お。1アップありがたい。ここ。うん。適当。惜しい。あー、惜しかったね、ほんとに。チェリーの次があれだった。トーン、トーン。はい、お疲れした。一気しか上がんなかったな。まずい気がするな。あ、他の奴らも使ってみたいですね。いずれ機会があればってことで。と。この空中、武空術姫マジ強いんで。じゃあ当分武空術姫で行かせてください。慣れるまでね。あー、なるほど。あるのか。持ってくのか。ここで使うのか。難しいとこだ。おお、なんか出てきたぞ。新しい敵だ。歴代マリオで出てきてないよね。ああ、そういうことか。落ちちゃいけなかったやつだ、これ。あ、大ジャンでいける?ギリギリいけないようになってるな。こうだ。OK。ポン。しかもあった。確実にキノコ。キノコ優先。オッケー。この BGM マジでいいよな。この BGM マジいいよな。2連続。持ってくやつだったのか。オッケー。お、コインが。すげえ。バグったバグった。ピーチもバグらしてみた。めっちゃ残像残ってるんだけど。すげえな。あ、入っちゃいけないやつだったかな?この BGM は仮面が追っかけてくる BGM なんじゃない?なんかいるし。なんだこれ?持ってた。わー、そういうことか!把握。この4つのブロックを使って上に行ってってことなんだ、多分。ポン。なるほど。面白いな。アクション性が増すわけね。おっとっとっと。これ行って、これ行ってこうか。うわー、マジか。仮面が追っかけてくるってことですね。これ結構トラウマな人いるかもしれないね。ちっちゃいこれ。あー、当たった。
これ追われる曲ってあるかね。青鬼とかもそうだけどさ、あとなんだっけ、何鬼ごっこだっけ。なるほどね、鍵で倒して道を開けるのか。落下してっていいのか。あー、それはきつい。死ぬなこれ。ほう、なるほど、うめえ、考えられてんな。うわあ、操作むずい。でももうゴール近いぞ。あそこまで行ったら勝ちだろ。こっからやり直しなのね。鍵で兵法と倒したとっさの起点は自分の中で神プレイだと思ったんだけど、紙かっこペーパーなのね。ペーパープレイだと思ったんだけどな。ほっ、オッケー。で、降りるんだったら右下の方だ。うわ、ピンポイント、こっち、オッケー。うわー、まだ続くのか。早くなったな。パウブロックいらないだろう。マジで飛ぶの？危ねえ。お、お、クリア？やった。いや、クリアじゃなかった。これはどう倒すんだっけ？これ爆弾持ってくのか？あ、違う。持ってかなくていいんだ。あのネズミに爆弾をぶつけてあげればいいのね。把握。あ、ボス戦からとか助かる。いいね、この中間仕様マジで助かりますね。あ、結構力保持、あ、できないか。なんか、できてるんだと思ってたわ。あ、壊れてねえし。あー、なるほどね。いろんなとこに一応落ちるのか。オッケーオッケー。ここでいいんじゃないの？オッケーオッケーオッケー。簡単じゃん。やばい、簡単じゃんって言った瞬間攻撃食らうあたりな。さすがだわ、自分さすがだわ。勝った、はい、オッケー。 BGM かわいい。よし、じゃあ多分これで一面クリアなんで、今回はここまでにしましょう。長くなっちゃいましたが、ご視聴ありがとうございました。おとと、お疲れ様でした。